ファミコンソフト大全集。どうもタブヤンです。今回もスーパーファミスタ3第2試合目を、実況していきたいと思います。前回惜しくも広島に敗れされました。目標3勝2敗。そうですね、ここはちょっと巨人2連敗すごいな。中日かな、中日と対戦したいと思います。中込猪俣、前回先発したね湯船は登板できないですからね。コンピューターずるいな。今中が調子いい。今年ね、2015年、50歳でしたっけ、49歳でしたっけ、山本昌投手現役バリバリバリの時ですね。エースの時ですね。おオマリー石峰クリーンアップが調子いいですよ。よし、どこ、この球場が決められないのかね。どこなんでしょうこの球場は。あ、高校の時もあるんですね。高校の方がいいな。種だ。お、3割ですね。打ってるんですね。おおほほー、苦しい立ち上がりだ。立浪。ああ、大阪救急車が鳴ってる。あ、キャッチしてから、あれですね、投げるまでが、タイムラグあるんだ、やっぱり。厳しいなぁ。川又さん、3割打ってる？ショート、よし。パウエルか、きついなぁ。外角で行こう。外角で、ああ入らない。一球外して外角勝負。はい、フォークでファイボールっていうのも嫌だしな。猪俣フォアボール、フォークが落ちないから外角でやられた。バックホーム。あー大砲、調子がいい。ワンアウト満塁、大ピンチですよこれ。バックホーム、ゲッツーは無理だったか。せっかく打ち取ったのに。彦野も調子いいの。きついなー。あー、やられたー。これは大きい。中日強い。中日ドラゴンズ強すぎる。この24年からね、あの落合さんが中日から巨人に移籍してますんで、それでも強いですね。あー届かない。この球場広いな。お、エラー。チャンス、1点返しておきたい。カットバス、新庄。おー、最低新庄。ショックが大きいな今のは。気を取り直して、1回の守備ね、あれ2点で収まったなとあればね。ファール、うそー、ピッチャーに打たれた。よかったい。
これ名古屋球場かな。おれおれ、ピッチャーに打たれるのか、ショックだな。新庄エラー、OK。うわーきつい、攻撃力が半端ないですね中日。せっかくオマリー調子良かったのにな。新庄のうわまずかったですねこれ。あタイムリーだったのにね石峰さん、いまだヒットが一本もありません。やばい。ボテボテのゴロとかが減りましたね。このゲーム自体がそうなのかな。その分楽しくなりましたけどね。いかんせん私の打力が。やばい。毎回ピンチです。逮捕。打たれまくってますね。よし、タイミングずらした。やっぱ緩急つけないといけないんでしょうね。直球ばっか投げてるからな僕。あ、やられたスローボールを。猪俣落ちない時もあるんだよな。猪俣はフォーク投げない方がいいのか。やられたこれは痛い。スーパーファミスタ3、恐ろしい。阪神もそんなに弱いチームじゃないのにね。多分この94年全てもう監督である私の責任ですよこれ。よし、セカンドいけるか、無理か、いけるか。よし、藤井がチャンス救った。犬またバントしとく。ああ惜しい。ヒッティング、あもう三振でいいかゲッツーはやめてよ。うわセックサードに投げてきた。オッケーオッケー、回れ回れって言ってるよサードコーチャー、おかしいやろ。和田監督長打力ある。ヒットでいいよ、ヒットで。ああ残念。さあ、亀ちゃん頼む。ダメか。ノーアウト1、2塁が。新庄閉殺だからね、もう。ああ、いい当たりなんだけどな。そっか、3番新庄を6番に下げた方がよかったのか。今中ホームラン。なんなもん。いいバッティングするね今中。
よし。うわ、2本も打たれてるやん、立浪さんに。ああ、外した。OK。初めてゼロ？ああ、さあ、試合開始ですよ。こっからだ。オマリーの前にランナーがいないんだよな。もったいないね。ミネさんに任せるしかね、ここは。現在、未だノーヒット。眠れる、石峰。最悪のゲッツー。石峰パリーグ帰ってくれ、石見ね。あ、ヤギさん、嬉しい、ゴーさん。ありがたい。ナイスホームラン。いやー、スーパーハミスター3で初めてだったかな、ホームラン。前の試合、打てないもんね。とか1点返しました。4回だけ見たら勝ってますよ。こっからだ。タイミングずらしたのに、くそー、チェンジアップ的なもんを打ってくるね。亀山地味にエラーしてるし。よし、セカンドでアウト。あー、セーフか。うわ、パウベル、くそー。大砲、大砲は抑えてんのか。抑えてないじゃん。バックホーム、バックホーム、ノーアウト満塁。ダメだ、猪本諦めよう。中ゴミ、防御率悪いな。飛行のスローカーブ、おお、合わせてくるね。超スローカーブ、おお、曲がるね。結構スローボールって、あのスーパーファミスタ2まででしたらね、カーブとかかけられなかったんだけど、これかけられるんだね。おお、新たな発見だ。このカーブすごいよ。これガンガン使っていこう。よし、中込みのフォークといったら一級品でしょ。あー、落ちる。 OK、 タッチアップしてきた。失敗。よーし、ゲッツー。中込みのスローカーフォークでこれから抑えていこう。あー、詰まっちゃった。今中すごいなぁ。あ、中込みのスローカーブか。これ変えられないね。粘れ、中込み。今中もフォーク落ちなくなったな。ピッチャーにしてはナイスバッティングだよね。あのバッティングはオマリーとかでできればホームランなんだよね。ダメだ、打線がつながらねー。インコース、よし、よしよしよし、ファールを出した。そしてスローカー、あ、やばい、打たれた。マジか、打たれる時あるんだ、決め球。今中めっちゃ打ってるやん、腹立つわ。ホームラン打たれたのが腹立つわ。種田さん、
カーブが落ちな、フォークが落ちなくなってきた。次はチェンジ。4回からは立ち直ったね。よし、もう1点、ここでもう1点。今中山本昌は強烈だね、やっぱり。お、入った。お、ホームラン2本で2点。しかも亀ちゃんが打つとはね、長打力ないのに。これいきますね、ホームラン。当たり前のことか何を言うとんねんっていう話ですね。おお、なんかタイガースのマスコットキャラいる当たってますよ今日。後ろの石峰がね頼りないけど。当たってるねー。あ、無理だ、やばい。石峰初ヒットなるか。おし、初ヒット。チームに合流して初ヒットですよ。これは緊張感取れて石見でいけるかもね。ワンアウトか。よし、八木さん、さっきホームランで同点ですよ。最低、あれは戻れません。いやー、しかし4回以降押してますよゲーム。よーし、決め球決まった。ナイス、ファインプレイ。決め球で押していこう、カーブで。あー、ダメか、届かない。あー、くそー、ジャンプしなくても取れたのか今。うーわー、繋がれた。まずい。落としてくれ。うわー、嘘でしょ。やられたー、3連打食らった。最悪だー。せっかくの勢いがね止まっちゃったね、今の1点で。中もフォーク持ってるのか。おお、早い、緩急が。おお、しないっす。今日はホームランの日ですね。ホームラン3発。押し村くはさっきの1点。よし、くじつないでいこう。中込み、もうこれはちょっと攻撃重視で代打ですね。やっぱ真由美さんかな。あー、残念。和田監督、ダメか。1点止まり。ホームラン単発ですね。チームとして機能してないな。シングルホームランしか打ててないもんね。なんかチャンスの時にね。あ、隔離。あ、2より攻撃率下がったな。よし、ストレート、フォーク、カーブ、ストレート。よし、打ち取った。ストレート、フォーク。うーん、どうしよう、内角に外して1球。
ストレート、よーし。三振は取れるようになってきましたね。カメちゃん、さっきホームランか。あー合わない。よし、ファースト投げられたら危なかったね今。新庄がストッパーになってるのか。あーアウトか。新庄ストッパーか。オマリー3安打。ホームランじゃないこれ。オマリー 4安打、すげえ。新庄が出てたらな、同点だったんだけど。今日はオマリーの日ですね。さあ石見でも復調の兆しあるからね。さっきヒット打ったよ。あーダメか。ヤギさん今日2本目いく？いっちゃう？テン！追い込まれた。ナイスヒット。次誰だ？代打する？代打する？関川代打しようか。誰？誰誰？ホームラン打てる人、金子。ナイスバッティーン。次誰？次誰？クジか。代打代打。もう守備関係ないよ。誰行く？岡本鮎川。知らんなぁ、岡本。ナイスバッティングじゃないか。やるなぁ。同点、イエーイ。隔離代打。もう代打いませんよ。島田さんってキャッチャーじゃないのかな。もうキャッチャーも何もクソもなくなってきたね、これ。やばいぞ。鮎川にしよっか、じゃあ。ね。鮎川。いやー、緊張する。逆転、逆転。いやー、いい当たりだったなー、鮎川。うわー、同点止まりか。もう勝てる気しない。ボロボロではないこれ。ピッチャーこうで田村しかいないしね。守備はどうなるんだろうね、もう分からん。ボロボロですよ多分守備。抑えの切り札出てきました田村。よし、ボール今の。よし、あと一人、あと一人。うわ、4安打打たれてんの？敬遠で。勝負の世界は厳しいんだ。でも大砲か。やばすぎる。あー、クリーンナップがもう最強ですね。フォーク、フォーク、フォーク落ちろ。落ちない。フォースアウト。よーし、守り切ったぞ。なんとか。1点取ればさよなら、さよなら、さよ。あー、なって、ボタクさん。最低、最低。仕切り直し行こう。一番バッターからの一番が頼りないという。あー、今のファール？あー、亀山やってもたー。オマリーのホームラン狙いか、もう。あ、新庄か、やっば。ダメだ、こりゃ。ダメだ、新庄ではダメだー。
打順見直ししますよ、もう次回ね。新庄下げて、オマリー3番ですよ。延長はもう無理だ。田村の体力がない。勝てる気しない。でもこっちも下位打線だからね。よーし、ナイスピッチング。おついに今中変えるのか。9回投げ切ったね。オッケー。お、奇跡的に田村耐えたよ。でも次の回もう1番バッターで相手ね。オマリーの一発で決めてください。嘘でしょ、山本昌投入すんの。それはきついわ。よし来た、オマリー来た。2発目やったー。もうオマリーの試合でしたね今日。もう新庄と和田監督が足引っ張りまくってね。やりましたー、嬉しい。食らいついて食らいついて食らいついて逆転、さよならですよ。まあ勝ちゃええわい。オマリーホームラン2本っていうか、ほとんどホームランでしたね今回。ホームラン5本打ちましたよ、すごい。見てください、この和田監督ごたこでしょ、新庄ごたこ。これもう打順の見直しが求められますねこれ。あー疲れたー。なんとか勝てました。これで1勝1敗にイーブンに持ち込みました。最後までご視聴ありがとうございました。スーパーファミスタ3でした。それではまた。他にもファミコン動画がたくさんありますので、よかったら見てください。チャンネル登録がまだの方はぜひぜひ登録をお願いします。